はい、こんにちは。カズボウです。ドラゴンクエスト7続きやっていきたいと思います。ですね。まあ、前回モンスター図鑑ね、今捕まえてないモンスターとか、まあ、捕まえられる場所か、までのモンスター全部捕まえましたね。まあ、神様戦った後に行ける場所があるんだけど、まだそこ行ってない状態の中で全部捕まえられるモンスターはコンプしてます。ということで、あとは熟練度とか、あとモンスター色もあるんだけど、こうね、心って前回紹介したんですけど、どこだ？一番後ろに多分あると思うんですけどね、ここら辺ね。だこうプラチナ、まあ名前出ちゃってるけどね、プラチナキングの心とか、これって世界に1個しかないんですよ。だから、ね、メダルで交換するしかないから、まあ、これを倒したとてな、落としはしないんだけど、このダンビラムーチョシンとかもそうなんだよね。これはモンスター落とすのはこれ128分の1なんですよ。とか、ラッキーパネルでも出てこないのとかもあるし、キメラの心とか出てくるんだけど、比較的手に入りやすいものを集めたいかなって思ってます。で、このスライムの心とかもね、まあ、結構出てくるんですよ。多分ラッキーパネルやったら嫌でも集まると思うんですけど、まあそんなのもね、集めればいいかな。だから今、マスターしてるの多分ここしかいないんですよ、スライム。メルビンだけだよね。それでね、1028分の1で落とす心とかもあるんですけど、それ全部やってるの大変なんで、多分落とさないよね。だからまあ、落としたらいいかな。だから落とすものは、なんだろうね、まあそのモンスター色で、その落としたものでしか上級、例えばね、慣れないのとかあるんでね、なんて言えばいいんだろうな。まあ今回やるけど、スライムとリザードマンでドラゴスライムとか慣れるんですよね。だからスライムの心はラッキーパネルで手に入るんだけど、リザードマンの心っていうのがリザードマンしか落とさないんですよ。だからドラゴスライムにするには、まあそのリザードマン心を手に入れるか、まあ、前回ラッキーパネルのライブ配信で一番最初にドラゴスライムの心出たんですけど、自分取れなかったんですよね。だそんなのでやればいいんだけど、ドラゴスライムにそしたらすぐ慣れるんですけど、そうするとリザードマンの心手に入らない状態じゃないですか。だから、ね、埋めたいんですよね。まあ、メルビンはモンスター色でやったけどね、せめて主人公ぐらいはね、全部埋めたいかな。ここら辺。ね。ってのがあるんで、ってなると最低でももう一個ぐらい手に入れなくちゃいけないんですよ。ってなった時に、まずね、ちょっとスライムとリザードマン。まあ、熟練度上がんないけどね、スライムは比較的落としやすいので、まあ、こんなもんラッキーパネルやればいいけどね、8分の1の確率でスライム落とします。だから8分の1のやつはま、全部集めちゃおうかな。ここと、リップスと、リップスぐらいかな。8分の1は。だから8回戦う。まあ、最後に倒したら落とすのかな、やっぱり。だよな。あ、ちょっと待った。出現までカットします。まあ、とりあえず、ウッドパルナには、もう来たくないんで、ここの道めんどくさいからね。スライムと、あと、リップス出てきますんで、まあ、ここでさ、戦ってれば落とすと思うんですけど、8分の1だから。はい、これ関係ない。もう、これメルビンで一掃してね。まあ、こんな感じでやっていけばいいかな。熟練度もらえればいいんですけどね。まあ、とりあえずもらえないからどうしようもないんで。ね、スライムと、あと、リザードマン。リザードマンもね、まあ、16分の1なんで。ここら辺ライブ配信でやった方がいいのかな？あ、いた。じゃあこれも落とす可能性はあるってことだよね。ちょっと落とすまでカットしようか、いきなりだけど。あとリップスが出てくるとこもあるから、ね、これラッキーパネルで入ります。リップスは入んないかな。まあ無理に今スライム取らなくてもいいけどね。でももう入り口取っちゃった方がいいよね。そんなに難しくはないと思うから、踊る宝石とかもいるからさ。なんかそんなもん難しいけどね。あ、ガボでこれ。剣の前やった方が早いね。4匹以上出てくるときなんかスライムぐらいだからさ。今、ナスビなら落としたんだけどね。待って、どこだっけ？魔物、あ、モンスター図鑑。まあ、まあ、最初の方だからさ、いいんですけど、一応落とすと図鑑には乗りますんで、外じゃないと開けない。だからスライムの横だよね。だからスライムが落としたアイテムなしって書いてるけど、逆だね。こっちナスビならでしょ？
ね、薬草って書いてるでしょ。物を落とさないと乗らないからね、これもね。薬草、薬草、スライムが落とせない。この薬草って書いてるけど、これリップス。薬草か、まあレア枠でリップスの心なんだろうなと思うけどね。リップスの心もパネルめくりで出てこないよね。ラッキーパネルで。落としました。一瞬落とさないんかなって思った、あの山奥のとことのキングスライムになるやつとかしか落とさないんかなと思ったけど、落としましたね。これでスライムの心が、まあラッキーパネルで出ますけどね、スライムはね。まあこれで2つになったんで、アイテムで残しておきたいんですよね。呪いのランプとかも結構レアなんで、別に使わなくても慣れるから。エビルタートルも結構出るよね、ラッキーパネルで出るけど。サンダーラトの心とかはこれ出ないみたいだね。ちょっと調べたんですよ。でもドラゴスライムは出るからね。だからリップスの心も2個あるし、だからまあマリベル分も集めるんだったら、まああと4つ必要ってことだよね。全員そうしたらリップスの心を使ったとって、1個余るからね。まあ本当に極める人だったら99個集めんでしょうけど、そこまでやりたくないからね、さすがに。だスライムの心、まず1個入ったね。まあそうだね。持たしておいた方がわかりやすいかな。だからこういうのは、袋に入れといて、まあ、今回手に入れたのはね、みんなに持たしておけば分かりやすいですもんね。まあ、こんなもんか、魔法の絨毯もいらないけどね、もうね、いらないか。ね、とりあえずスライムの心、図鑑は取っときます。それで、リップスなんですけど、ここにいますね。セーブすか、まあいいや、スライムの心だから。ラッキーパネル出るしね。リップスはちょっとセーブしよう。リップスはね、ここに出るはず。同じぐらいの確率で落とすみたいだけどね。まああのような作業をずっとやってると思っていただければいいかな。だから今回ちょっと手に入れたいのあるから、落とさない心をね1個ずつは手に入れたい。だからリップスも裏でやっちゃいますけど、まあ入り口に取った方がいいんだけどね、本当はね。だからやっぱ最後と倒したの落とす確率高いよ、ね、まあ最後高いというかそうなんだろうな。これで落としてくれればもうラッキーなんですけど。ね。スライムも、まあ、8分の1なんかな。運良ければ1回で落とすでしょうしね。なんかすごい昔やった時、128分の1ぐらいのやつ1回で落としたんだよ。ダミラムーチョも死ぬほど戦ったけど、世界一高い塔とかでね、出てくるけどね。あ？あ、そっちか。ね、こういうこともある。薬草。薬草じゃなくて、リップスの方。で、薬草か、まあ、リップスの心でしょうね。まあ、あそこのスライムを落とすってことは、まあ、落とすんでしょうね。まあ、なるべく最後に倒せるようにして。ね。いや、でも、宝を落とす確率は高いよね。8分の1。8分の1の中の薬草か、まあ、心なんかなってのはあるんですけど。こういう面倒な時はね、まあ、剣の前で逃げてもいいけど、逃げた回数1ってなるのが自分嫌な人なんで、とりあえず落とすまでやってみっか。リップスの心を落とすまでカットします。あ、落とすまでっていうか、リップスが宝箱を落とすまでカットしますね。あ、出たわ。待って、1匹だったらちょっと待ってね。まあこれも落とす可能性あるからね。さあどうだ。うん、ダメだね。まあ一応さ、何回も戦ってんだけど、ここスライムも出てくるからね、たまにリップスに会心の刺激出したりするけど、どんな恨みあんだって話ですけどね。だからリップス以外のスライムの心もま、お、息の根止めた。どんだけ恨みあんだ。お、あー、薬草か。結構出ない、出なくね。まあどっちかなんだろうけど、ナスビナーラとかも薬草いっぱい落としてるけど、ね、4つも落としてる。なかなか落としませんね。こんなもん落とす可能性はあるってことだからね。なんでこういう時アイラ早いの。
なんかいち早くスライムを倒すブームでもあんのかね。全然落とさねえ。今ちょっとカットしたけど、どんぐらい落とさないかね。早送りでお見せしようかな。これかれこれさ、15分ぐらいやってんだけど、宝箱これ落とす？宝箱すら落とさなくなったな。どうしたらいいこれ。違うとこ行けってことかな。あとね、花カワセミとかいるんだけど、まあ、いくつの心2つあったっけ？主人、まあ、ここまで来たらメルビンをね、モンスター食やろうと思った自分が甘かったね。主人公はせめて全部埋めたいんだよな。だけど他も、熟練度上げながらね、まあどうにかしたいかなってのはあるんだけど、全然落とさねえんだよ。どういうことよ、これ。リプスの心2個なかったっけ？あるよな。まあこれ拾ったや、パネルに出てこないよね。もう一回戦って落とさなかったら、ちょっと花カワセミとか、リザードマンとかさ、ほんとこちゃねえ。なんか光ってんね。今早送りやめた瞬間出てくんのって思ったけど、どうすかね。じゃあ、熟練度上げながら、だから絶対手に入れなくちゃいけないのは、まあダンビラムーチョもそうだけど、リザードマンもそうなんだよね。花カワセミも欲しいけどね、一個ぐらい欲しいよな。一個ぐらいっていうか、一個は持ってんだけど、花カワセミはね。どこだ？あったよな。あったあったあった。花カワセミ。これ拾ったやつだからね。じゃあちょっと援護付近行ってみようかな。じゃあちょっとカットします。
まあ、数十分戦ってカットしたんだけど、花カワセミ落としました。どうだろう。だよね。やった。リップス落とさないよね。まあ、主人公、まあそうだね、他のもね、まあラッキーパネルやったら集まってくるでしょうから、まあそんなのやりながら集めるしかないんだけど、せっかくだからやっぱ熟練度上げながらね、まあ拾いたいなってのもあるからさ。コスタールの近くのリザードマンも絶対必要だから、それも落としていいかもね。花カワセミって 3DS 版だとなんかラッキーパネル出なかったっけ？プレステ版だと出ないみたいなんだけど、どうなんだろう？あんまよくね、そこら辺はあんま理解してないのはあるからね。出ないのはわかんだけど。だから、現代のコスタールの近くの、そのリザードマンか。それが落とすから、ね。これも落としてくれたら嬉しいんだけどな。16分の1らしいけど。3DS 版の話なんかな、それって。どうなんだろう。リプスでもちょっと異常だったよね、あれはね。宝箱は3回ぐらい落としたんだけど、だから中身が、まあ、どっちかなんだろうね。で、結構時間経っちゃうんで、まあそうだね。コスタールの近くだったら、熟練度もらえるんじゃないかな。だからいくらかマスターしたいし、新しい職業もつきたいしね。人間職とりあえず全部終わらせて、まあ、じっくりモンスター職やりたいんだけど、1028分の1はちょっとやだな。さすがにそこまでやらないんですかって言われるけど、他の動画出せなくなっちゃうもんね、そうするとね。それだけやってんだったらいいけど。そういうわけいかないからさ。丸々1ヶ月動画出せなかったりとかなったら困るから、自分もね。まあ、ここにリザードマンがいるんで。さすがにここは熟練度もらえんじゃない？あ、出た。何サンドワームに恨みあんのかね。まあ、チビーの仇か。まあ、こうやってれば落とすんでしょうね。落としたね。よし。ああ、熟練度もらえないね、ここね。全然上がらねえわ。ああ、リザードマンの心手に入りました。ああ、まあね、なかなか大変ですけどね。これも、ここでしか手に入んないんですよ。だけど、そんなに落とす確率高く、低くはないんで、まあ、落とすよね、これもね。ってことは、ダンビラブーチョとか、やっぱりそこら辺ですよね。踊る宝石も落とさないし、まだかなかね。腐った死体ぐらいか。腐った死体の心なんかあったっけ？一個ぐらい持ってたかもね。腐った死体の心。あ、あるね。一個だけか。これ手に入るもんね、これはね。そうだし、花カワセミでしょ？これは使いたくないでしょ？スライムの心。あとはもう熟練度上げかな。もう一個ぐらい手に入れとくか。これで合わさったはずなんで。なんでこれ神の石とこにカーソルくんの？で、2個。リザードマンの心。で、魔法の絨毯置いといて。邪魔だな。
まあこれでいいや。ね。ミミックも落とすけど、これパネルめくったら出てきますんでね。まあここら辺も出てくるのは使っちゃっていいか。サンダーラットの心ももう一個欲しいね。もう一個手に入れれば。あれだもんね。転職できるからね。リップスも使っていいや。リップスは確かウルルンリップだかなんだかなったよね。メルビンがね。うん、なってるね。リップスはね。だからあと2つ、3つか。まあ、出てくんじゃないかな。ね。で、ってことは、サンダーラットの心手に入れて今回終わろう。あいつどこいたっけ？サンダーラット。一応ね、ダンビラム女神も欲しいから、まあ、どこだ？黄色い石板の、右下の大きい石板か。まあ、そこに来たんだけど、まあ、それか、リートルードの過去のとことか？あ、もしかして。あ一発目出てる。ここがね、出るところちょっと調べたんだけど、この、そこが出やすいらしいんで。だから、ここさ、ダンビラムーチョも出るんだよ。だから、次回ぐらい、ダンビラムーチョの心、ダンビラムーチョ神か。一回ぐらい、一個ぐらい手に入れたよね。あれはちょっと手に入れないと。職極めらんないんで、まあ2つ、まあ主人公ぐらいかな。まあラッキーパネルで手に入るのはいいんだけどね。なかなか出ません。一発目で落とした時、まあでもサンダーラット戦って1個落としたからね、あれはね。でもそれを手に入れないとダメなのもあるから、まあなかなか難しいですけど、そこら辺はね。まあ、今回これ取ったら終わりますね。ということで。ちょっとも落とさねえな。まあ、確率ですけどね。ちなみに、今このアボンって場所にいるんだけど、まあ、サンダーラット出てくるんだけどね、一回戦ったら前落としたんだけどね。まあ、確率だからね。で、この奥のさ、まあ、過去のとこですけど、この通路にダンビラムーチョ出てくるんですけど、あれ？あ、取ってるよな。あ、びっくりした。あ、ここの下か。ここもね、ダンビラムーチョが一番出やすいんかな。だから、行ったり来たりして、まあ、どっちか落とすまでやろうかな。ちょっとね、時間結構来てるんで、カットしますね。まあ、相当戦ってると思ってください。サンダーラットもね、まあ、100回はやってねえけど、結構なエンカウント戦闘してましたよ、あそこで。ストーンマンは落とさないからね。だからゴーレムウーガがね、ゴーレムの心を落とすんですけどね、またそれも面倒ですよね。まあ、そこでしか手に入んないから、まあ、落とすまでやっても、あれも128分の1ぐらいじゃなかったっけ？確か。ただそんなもんだと思ったけど。128か256分の1だよね。これもしかしてもう1個下か？ね、熟練度もらえればいいですけど、世界一高い塔で熟練度もらいながら上げてて、あんだけやったのに、あれだからね、1個しか落とさなかったからね、ダンビラムーチョ神はね。ここも全部捕まえてますよね。まあ行ったり来たりして、こっちで飽きてきたらサンダーラットの方行って、飽きてきたらまたこっち来てって繰り返しでいいんかなと思いますけど。あ、これだけか。出てこないな、おっと。祈祷師なんかドラクエ2からだよね。5にはいなかったもんね。まあ一番効率いいのは出てこなかったら逃げるのが一番いいですけどね。
出ましたね。まあ出たからといって絶対落とすわけじゃないんだけど、盗むじゃ取れないっていうね。ここで下光ってたらさ、ちょっと嬉しいんだけどね。たまにレベル上がるときやからさ、塵も積もればなんとかなじゃないけど。お、でんね、え、あのびっくりして落とさない心ダメ。78ゴールドってゴールドの下にね、あの下のねマークが出たらね、レベル上がるか何か落とすかどっちかだからね。まあ行ったり来たりしたら落としたね。どっちだ。あっ、やった、落としました。結構やったぞ。だから今カットとかしてましたけど、普通に2時間ぐらいやったんじゃないかな。ここだけじゃないけどね、他のとこ回してそんぐらいやってんじゃないかなと思います。だからライブ配信がそのぐらいだったんですよね。ラッキーパネル2時間ぐらいやってましたよね自分で。パネルめって大体10個だったから、まあまあね、うまくやればもっと入るんでしょうけど、手に入れたんが10個だったんですよ。だからまあ今回半分だよね。普通にでも落とすパネルで手に入んないからね、今回手に入れたものは。花川セミも出ないでしょ。プレステ版出んだっけな。まあこれは出ますけどね、スライムはね。あ、プレステ版じゃねえや、なんだっけ、これプレステ版だね。なんだっけ、 3DS 版か。リザードマンの心も出ないし、あとはリップスが出なかったね。ダンビラム女神はちょっときついけど、サンダーダットの心2個あるから1つ使ってもいいね。ここも使ってもいいな。エビルタートルの心も出るからね、普通にね。ミミックも出ますね。だからこれらを、まあなんだろう、極めてようやくなれる職業の心も出ますけどね。だからそっちをやっちゃってもいいんだけどな。まあちょっと鑑賞用に取っときたいよね。だって普通に全部職極める気なんだったら、だってな、出るもんね。慣れるもんね。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。まあ、そうだね。運が良ければ一発で出るでしょうしね。まあ、その、128分の1だからって、128回戦ったら、絶対出るわけじゃないから。まあ、そんぐらい戦ったら1個出るぐらいの確率と思っていただければ。ね、まあ、確率ってそういうことですからね。だから256分の1ってことは、あの、ドラケ5のあの、ヘルバトラーとか仲間入る確率だからね。あれも相当やりましたけど。まあ、なかなか入んねえなーとかみんな言うじゃないですか。ね。だからそんぐらいやっぱ入んないです。ただ一番上級職の上か。あるんですけど、それの心を落とすのが、なんだっけ ?1020? え ?1024 か。1024分の1ぐらいらしいんでね。まあ、自分も、落としたっけな、なんか落としたような気すんだよな、昔な。意味わかんねえ確率たまに引くときなんじゃないですか、こんな長年ゲームやってればね。でも本当に、なんだろう。一日中やってても落とすかどうかわかんないレベルですよ、本当に。だからそれをね、やっててもしょうがないんで、しょうがなくないか、まあね、その、落としたところ、お見せできればいいんですけどね、狙って出せるもんじゃないんで、ね、まあこんな感じで、ちょこちょこ、熟練度上げたりして、まあ次回ぐらいにはね、そうだね、まあ神様戦えるぐらいまで、やろうかな。レベル50ぐらいまで上げていいかな、次回はね。よしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。